はい、皆さんこんにちは。こんにちは。それでは今から琉球リハビリテーション学院にある学科の説明をしていきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、まず理学療法学科の説明をしたいと思います。はい、はい、私改めまして理学療法学科教員の井黒と申します。井黒さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速ですね、ちょっとスライドを使って説明したいと思います。はい、はい、動かないですね。はい、いきなりスライドが、はい、スライドしないですか。学生ですね、学生とてもいい写真使ってます。はい、ではまた理学療法士についてまず説明していきたいと思います。はい、はい、だいぶメジャーになってきた職種かなと思いますが、理学療法士はフィジカルセラピストと英語でも呼ばれまして、略してよく PT というふうに言われることが多くあります。仕事としては、怪我や病気など、障害のある方に対して、あとは障害が予測される方に対して、座ったり立ったり歩くなどの回復をサポートしたり、あとは最近では予防医学の方にもかなり注目を置かれている職種になっております。予防医学って何ですか？はい。主に介護予防だったり、これから高齢化、医者の方が増えていく社会になっていくというところもあって、いかにこう介護が必要とない、必要ではない状態にしてあげるっていうところもすごく大事な仕事になってきてます。はい、で働く場所としてはもちろん病院やクリニック等もあるんですが、その他にも障害者の方の施設だったり、障害児の施設、介護保険サービスだったり、スポーツ現場で働いている理学療法士もいます。はい、リューリハの理学療法学科で学べることの一覧ですが、琉球リハビリテーション学院の理学療法学科は3年課程になっております。まず1年生の時は基礎的な医学、人体の構造と機能を学ぶ。で、2年生になると少し具体的な病気や障害などを学んでいきます。3年生はほとんど現場で の実習がメインになってきます。現場っていうのはその医療施設に行ってってことですか？そうですね、病院施設等に行って実際に患者さんを担当させていただいて、どこが悪いのかなっていう評価をしながら治療まで介入することもあります。はい、じゃあもう本当に3年生からは実際も働いてるのと近いことができる。はい、そうですね。はい、はい、ちょっと飛ばしますね。はい、実習も1年生の時からありまして、1年生は主に見学の実習、2年生は検査だったり測定するのを練習する実習ですね。で、3年生は先ほど言った治療をする実習になります。はい、で今年度から那覇にも新しく新設がありまして、金庫は今まで通りそのまま理学療法学科があるんですが、夜間種に関しては那覇校の方に移りました。なので、はい、金庫は中間種60名定員、那覇校は中間種もありまして中間種40名、夜間種40名の体制で、新たに理学療法学科が学校がちょっと増えてスタートしました。夜間が、はい、那覇にあるってことは、那覇で普段働いてる方がそのまま行きやすいっていうことですよね。そうですね。はい、今までは金まで行かないといけなかった。そうですね。はい、なるほど。はい、こちらの那覇港に関しては、はい、モノレールの安里駅も徒歩3分という立地もとてもいい条件になってますので、モノレールで通ってくる学生が多くて、近郊の方は無料送迎バスと広い敷地の駐車場がありますので、そちらを利用して通われる学生さんが多いです。那覇港の、はい、ユーレールの安里駅のところにある蕎麦屋さんはめちゃくちゃ美味しいです。24時間やってます。今度行ってみます。はい、ありがとうございます。はい、学校は違うんですけども、はい、同じ3年課程 で、うん、で夜間に関しても3年課程になっております。うん、はい、ではちょっと早速ですね、ちょっとネタバレしちゃったのであれなんですが、今筋肉が見えましたけど、はい、ちょっとちら見せですね。わざとですね。はい、今からですね、はい、もう一人今日理学療法学科教員のザキミが来てますので、はい、ちょっとザキミと交代して、はい、実際にちょっと体を動かして、
どれぐらい改善するかちょっと体験してもらいたいなと思います。さっき僕パン食べてお腹いっぱいなんですよね体はもう、はい、じゃあエネルギー補給バッチリということで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では交代します。さきみ先生ですか、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は琉球リハビリテーション学院金工のですね、理学療法学科教員をしておりますザキミと申します。よろしくお願いします。本日はですね、リュウリハの学校の授業でも教えている、はい、ちょっとストレッチの方法であったり、実際理学療法士が現場で使っている、ストレッチの方法を今から、紹介したいと思います、はい、名前がですね、ホールド&リラックスっていう、治療になるんですけども、はい、これの目的がですね、関節可動域を、身体の関節可動域の改善だったり、はい、あとは、まあ、この筋肉による痛みがあった場合に痛みを取るっていう手法になります。うん、で、あとは関節可動域が変わることで、姿勢が、治療前と治療後で変化するっていうことになりますね。はい、今話聞いただけでも姿勢良くなってきました。話聞いて変化してきました。すごい。すごいすごい。言葉のパワーってすごいですね。言葉のパワーもある。言葉のパワーも実際あるってことです、ね。なるほど。はい。ということで、じゃあ早速、リボックスさんよろしいでしょうか。はい。はい。じゃあこちらの方に。寝るんですか？はい。そうですね。こちらの方で、ちょっと、立っていただいて、はい、立っていいんですか、はい、怖いな大丈夫ですかね見えますヤオキさんちょっと大きいですね、やっぱ高さもあって、あのすいません、かなり大きいですかなり大きい身長いくつですか。78です。あ、78、あ、僕80です。うわ、自慢された2センチ上回りました。うわ、180センチだそうですはい、はい、僕は今立たされただけですけど。あ、はい、そうです。で、ここからですか。あ、いいですかね。はい。ここから、僕の真似していただきたいんですけども、はい、体をそのままつま先に向かって前屈してもらってもよろしいですか。はい。あ、届かない。届かないんですね。はい。だいたいちょっと、まあ、拳でいったら2つ分ぐらい今空いてます。はい。これをですね、うん、その、ハムストリングスっていう体の筋肉があるんですけど、太ももの後ろにですね、ハムストリングスっていう筋肉に対して治療をして、今、拳二つ分だったものが、はい、拳一つ分になったり、あるいはもっと改善できるの、床につけるっていう印象が。いや、そんなことないですね。今ってことですよね。はい、今、拳二つ分合わせたのが、一つか、あるいは床についちゃうっていう。いやー、そんなことないんでやめましょう。いや、やりましょう。やりましょう。ハムストリングって、スポーツ選手が怪我するっていう。はい、そうですね。よく聞く名前ですね。理学療法士は、このように、この筋肉がちょっと硬くなってしまったスポーツ選手の人たちに対しても、こういう治療っていうのは、実際に実施していますので、はい、今からでは、リボックスさんにも、ちょっと、実施したいと思います。で、これどうしたんですか？仰向けになってもらえますか？仰向け。仰向けになっていただいて、はい。ちょっと、もう少し真ん中の方を入れます。はい。よろしいですかね。怖い怖い。何するんだろう。大丈夫ですよ。怖い怖い。はい。ではですね、今から少し、まあ、左、はい、さっき の立った姿勢での前屈は、はい、右足のハムストリングスだったり、左足のハムストリングスも、はい、可動域の制限として影響するので、はい、左右どちらも今から治療していきたいと思います。はい。はい、よろしいでしょうか。はい。はい、じゃあ足を上げますね。はい、そして、ちょっと僕の肩に全然遠慮しなくていいので、はい、足をポンと乗せていただけますか。そうしました。そうですね。力抜いてもらって。はい。で、膝を、はい、曲げていただきたいんですけど、はい、遠慮なく僕の肩を押してもらっていいですか。膝曲げて。はい。10秒間いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、力抜きます。結構押したけど大丈夫です。大丈夫ですよ。全然大丈夫です。ちょっとこの時に深呼吸をちょっとしてもらっていいですか。そうですね。あと1回ぐらい。はい、じゃあまた、もう一度10秒間膝曲げます。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、力抜きます。今、はい、気持ちいいです。気持ちいいですか？はい、リラックス効果得られてきましたか？はい、あれこれが今ホールド&リラックスが。そうそう、来てる。ホールド&リラックス来てますか？来てます、来てます。めっちゃ気持ちいい。来てます。寝るときいつもお願いしていいですか？じゃあ、住所教えてもらっていいですか？はい、首里山川町。ちょっと。はい、じゃあもう一回お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、確認します。どんどん変わってきてますね。なんか伸びてる感じ。伸びてきてますね。はい、もう一度いきます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、力抜きます。あ、気持ちいい。そうですね。で、はい、そしたら今度はですね、はい、僕のちょっと太ももに乗せていただいて、今度は膝を、はい、膝とか怪我したことないんですか？大丈夫ですか？あ、高校の時に。あ、ちょっとやりました。半月板損傷症。半月板損傷。うん、だったら、では、軽くでいいので、膝を10回ほど上に上げてもらっていいですか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。では、ちょっと反対側もいきますね。なんか左足軽くなってきた感じ出ましたか？なんかもう、まずなんか伸びた感じがします。おー、いい結果が出そうですね。お、はい、では失礼します。右の方もう一回しますね。はい、でちょっと股関節を少し90度ぐらい曲げますね。はい、でそこから、はい、もう一度さっきのように、はい、先ほどのように肩を押してもらえますか。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、楽にしましょう。そうですね、深呼吸。はい、もう一度いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、やってみします。いや、これ気持ちいいっす。気持ちいいですね。はい。はい。はい、もう一回いきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、やってみします。深呼吸しましょう。どうですか？気持ちいいですか？はい、もう今夢見てるみたいです。夢見てますか？はい、はい、じゃあ膝曲げます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、楽にします。深呼吸、もう一回深呼吸。はい、では先ほどのように最後に膝を10回伸ばします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では、ボックスさん、はい、また先ほどのようにベッドに立っていただいて。あ、いや、もう気持ちいいんだ。そのまま寝たいと。寝たいそのまま寝たい。はい、では、先ほどちょっと、はい、拳がですね、なんかすっきりした。お、はい、いいですね。いい効果が得られそうです。はいはい。先ほどは、はい、拳が2個分隙間が空いてました。はい、うん、指とベッドの距離ですね。はい、これが縮まるか見ましょう。はい、いいですか。はい。いきます。はい。よっ。おー、ついた。ついた。膝曲がってないですよね。膝曲がってないですよ。さっきと。すげえ、ついた、ついた。つきました。すげえ。おー、つきましたね。すごい。つきましたね。ちょっともっとやりたいんで、もう一回やってもらって。もう一回やりますか。ここ。いや、すごい。っていう感じで、はい。すごいですよね。え？すごい。そうですね。すごいですね。これは、人の体の、神経学的な理論を利用して、神経を使って筋肉を和らげるっていう、理学療法士の中の都市療法に含まれるアプローチの一つです。はい。え、こんなことができるんですか？こんなことができちゃうんです、理学療法士は。魔法使いじゃないですか。魔法使いですよ。はい、魔法使いですよ。理学療法士は全員魔法使い。そうか、僕ちょっと言い過ぎたなと思ったんですけど、本人が言うなら。いや、でも本当すごいです、これ。うん、はい、で、やっぱ軽くなった感じもありますよね。はい、今多分僕130なんですけど、今、
60ぐらいですね。だいぶ減りましたね。だいぶ減りました。全然です。あ、130でした。でも本当に、まだつくよ。ずっとつくんですか、これ。そうそうそう。え、いつまでつくこれは大体効果が、はい、2日3日持続するって、まあ、一応は論文的にも言われてて、でも3日過ぎるとやっぱりまた硬くなってしまうので、理学療法士は、患者さんにも、患者さんに会えない時間、はい、携われない時間でも、自分で家庭でストレッチしてくださいっていうふうに最後は指導します。うわ、親戚回ろう。ついたよ、ぜひ親戚にも実施してください。あ、わかりました。はい。すごい、いい体験です。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。すごいな。そうなんですよ。これ、こういうことができるってもう本当に、そうですよ。患者さんに感謝される仕事ですもんね。はい、そうですね。私たちももうありがとうって言われるだけで、はい、もうかなりまた理学療法士としてのモチベーションも上がりますので。はい、すごい、いい仕事ですね。いい仕事ですよ。絶対ここに入った方がいいじゃないですか。はい、絶対入った方がいいですよ。入って資格取って、就職率 100% ですから。はい、いいな、感動しました。感動しました。いや、ありがとうございます。だから、すごい、本当に。いや、ありがとうございました。あ、以上で、はい。理学療法学科の説明はこれで以上になります。ぜひ理学療法学会来てください。絶対来てね。お願いします。お待ちしてます。魔法使いたちです。